はい、それじゃあね、今回は演習問題15番のね、問い4番ね、解説していきます。じゃあ早速問題を読んでいくと、下線部 A の、集団において、遺伝子座 A に関するオスおよびメスの、遺伝子型とその頻度、以下、小数点以下第2を、第2まで求めようを記せってことですね。はい。で、まあね、これ、まあ、ハーディ・ワインベルグの法則をね、使った集団遺伝のね、まあ、初歩的な問題じゃ初歩的な問題ですね。なんでまあ、問題文のね、頻度と、頻度というかね、数字とともにね、やっていけば、ちゃんと順序立ててやっていけば、全然できますね。まずね、問題文のところね、もうダメだよ、リード文のところね、一番下の段落、またーとか始まってるところですね。また、A、2に公演して、どうのこうのって書いてあって、その後ろのところにね、各世代において、A2 の頻度が 0.30 であることが分かっているって書いてありますね。0.30 ですね。A2 のね、頻度がね、まあ、とりあえず 0.30 だと。0.30 になりますよというわけですから、じゃあ A1 の頻度はいくらなんですかってね、対立遺伝子ね、まあ、例えば、まあ、今回の場合は A1 と A2 ですけど、A1 と A2 ですけど、こいつらのね、頻度をね、足し合わせたら1になるってやつね、これ絶対、キープされてますね。ということで、1からね、0.30 引けば A1 のね、遺伝子頻度わかりますね。1から 0.30 引いて、0.70。これがね、A1 の遺伝子頻度になるというわけですね。で、A1 の遺伝子頻度になり、を求めましたと。で、これがね、分かれば、もうあとはね、A1、A1 とかね、A1、A1 とか、A1、A2 とかね、A1、A2 とか、A2、A2 とかね、あとは、遺伝子が、遺伝子1本しか持ってない A1 とかね、A2 とかね、これメスの方ですね、これメス、こっちがオスですね。こいつらのね、遺伝子型の頻度がそれぞれ求められますね。A1 と A1、両方ともね、A1 で持つ確率はいくらですかって言ったらね、まあ、A1 を持つ確率が 0.70 ですから、2回持つんだったら 0.70 ね、これを同時に起こってるわけですからね、掛け算ですね。でも 0.70×0.70。で、いくら0.49 ですか ?49。で、次。次こいつは、まず、A1 とね、A2 を持ってる。A1 と A2 持ってるんでね、A1 と A2 を持つ確率は、0.70×0.30 かなと思うかもしれないですけど、これね、順番が逆でも一緒ですね。順番が逆でも。ね、よくこういうヘテロなやつはね、なんかそういうのありましたね。なんか順番が逆だけど、順番の逆もありますよみたいなね、やつありましたね。それ皆さん知ってるはずですね。まあ、そのように倍数ルールは、まあ、コミネーション21にしてみましょう。コミネーション21。で、これ、経過、いくらになるかなって言って計算してみると、これいくらか。0.42 ですか。0.42。で、最後、A2 ですかね。A2 の、A2 のね、持つ確率は 0.3 でしたから。0.3 どうしても掛け算。0.3×0.3。ということで、0.09。で、A1 を持つ確率は、もう A1 だけですからね。A1 を持つ確率は 0.3 ですね。で、0.30。で、A2 持つ確率は 0.3、0.0、0.0、じゃ逆ですね。A1 持つ確率は 0.70。70。で、A2 持つ確率は 0.30 でした。ということで、これで全部ね、遺伝子型の頻度出ました。ね。これ上のやつがね、オス。上のやつがオスで、上の3つがね、オスで、下の2つがメスですね。ということで、それでちゃんとね、書いて、まとめて、書いておく。ね。オスの方。オスの方はどうなってるかなって言ったら、ね、A1 ってやつが、0.49。で、A1、A2 っていうのが、0.42。で、A2、A2 っていうのが、0.09。で、メスの方は、A1 が、0.70。で、A2が0.30 というふうになるというわけですね。まあなんかね、ハーディ・ワインベルグの法則の問題ね、よく乗染色体上での話が多いですけど、まあ今回ね、こういうふうに正染色体上での話になりましたけど、ね、正染色体上でもね、ちゃんとね、成り立つんですよと、ね。これね、ちゃんと見てみてください。ね、遺伝子型に全部足してみたら、こいつらね、全部足してみたら、ちゃんと1になってます。
ね、こいつら足してみたらちゃんと1になってるね。集団全体っていうね、オスの中とね、メスの中でね、ちゃんとハリマリの法則が成り立っているというわけですね。はい。まあ、というのはね、普通に計算していけば全然いいわけですね。いつも通りね、いつも上染色体だけど、まあ今回正染色体で、ちょっと状況が違うけど、いつも通りに計算していけば答えがちゃんと出てくるわけですね。はい。まあ、14番、演習14番とね、演習15と遺伝の問題続けてやってきましたけど、まあ、見たことね、聞いたことないようなやつでも、臆することなくね、ちゃんとね、遺伝はね、言われた通りにね、再現していけば、ね、ちゃんと答えできますから、ね。まあ、見たことない問題をね、ポイって捨てるんじゃなくてね、しっかりね、考えていってみてください。はい。それではね、これで演習問題15番終わりなんでね、次、演習問題16番いきましょう。それではね、次の動画へ、どうぞ。